久保八万宮は、岡山県岡山市東区にある神社、旧社格は豪社。伝承によれば、第58代、聖和天皇の時代、武全国宇佐神宮を信仰し毎年参拝していた、美全国上等軍久保の省内の領主藤原阿村、藤井様の信弘清氏が、老年になって参拝が不自由になり、領内に八幡神を勘定して、信仰を尽くすため、 久保省内の氏神は神の地に社殿を造営し、上元元年8月23日、奈良大安寺の創業教に依頼し、武全国に鎮座する宇佐神宮を誕生し、久保八幡宮として崇敬し、広志清及び久保省内の人々の氏神としたという。この後、この誕生した神を主祭神とし、若宮を拙者として祭祀がなされるようになったという。古くは、 微前国四大社の一社に数えられ、代々藩主や豪商らの参詣、寄進が絶えなかった。室町幕府初代将軍、足利高氏が微前国福岡に退陣中、久保八幡宮に参詣し、車両として、電波田二十四町を寄進されたことが記録されている。また、傷んでいた屋根を修復されたのと記録もあったようだ。その時に、高氏が使ったという井戸が今も残っている。 天正年間に、備前国主、浮田直家が、上東軍沼城にいた時、久保八幡宮に参拝し、社殿を改築、友寮二百国を寄進、そして、社殿の坂口から、幅八間、長さ一里余りの馬場を作り、松千本を植え付けたことが記録されています。太平洋戦争前まで残っていた、豊村浜の浮根の松はその名残だと言われています。 朝鮮出兵時には総大将に任命された、浮っき秀家が、戦の勝利を祈願し、久保八万宮境内の樹木を船の一部に使用した。宮司、藤井広縛れも家来をと共に従軍。久保八万宮の金を陣金として使用。高松城主生駒氏が、藤井宮司に金を貸し、帝当としてこの金を持ち帰り、生駒氏の菩提寺である、宝泉寺駅神。 久保八幡宮本殿の木花、金梁山世大寺と両参りとして数敬者に親しまれている。西大寺と久保、八幡宮を結ぶ一本堂が宮寺と呼ばれ、かつては商店が軒を連ねにぎわっていた。捨れつつあった両参りを再興することを目的とし、両者による主意書が平成29年11月に結ばれた。ありがとうございます。